とんかつね、作ってみたいと思います。はい、で、肉はこれです。とんかつのね、肉、これを切っていきます。今日は料理だけにしようと思ってます。あら、脂身がちょっと少ないですね。3箇所ぐらいがいいらしいですよ。横もやんのかな。はい、これでですね、塩コショウしていきます。こんな感じで、はい、ちょっと塩コショウを振っていきます。今日はですね、ちょっとね、変わったとんかつ作りたいと思います。小麦粉はね、使いません。パン粉だけでやります。このマヨネーズをね、使ってやります。これを塗っていきます。このマヨネーズをね、塗ることによってつなぎになりますね。で、旨味とかが外に出ないっていうかね、水分が出るのが一番ダメらしいんですよ。爆発の原因、弾けるじゃないですか。あれの原因が水分らしいんで、それが出ないようにする効果があると思うんですよね。実はやったことないんだ。実はやったことない。これで裏も塗っていきますね。で、裏側もね。はい、両面塗りました。これもね、10分ぐらいね、置いておきます。はい、10分経ちました。パン粉に入れていきたいと思いますね。これは入ってたやつですね。これに入れていきます。こういうふうにね、マヨネーズでね、ガードされてるんで、これぐらいで大丈夫かなとは思うんですけどね、楽観視してます。はい、じゃあ揚げてみます。はい、160度でね、10分ほど揚げてみます。低温で揚げるのがいいみたいですね。はい、やってみます。衣が結構外れたな。大丈夫かな、これ。最後のね、1分はね、強火でやります。こういう低温でやれば、衣が取れにくくなるらしいです。本当かな。はい、最後の1分なんで強火にしてみます。180度にします。はい、できました。揚げてみます。お、こんなに広かったっけか。で、この色です。はい、混ぜてみます。はい、混ぜてみました。こんな感じです。いってみますね。お、これの切り方が悪いな。はい、できました。ちゃんと、あれ、これも取れないですね。いつも取れちゃうんですよ。大丈夫、成功。じゃあご飯にかけてみます。はい、できました。低温でね、やったら衣が取れなかったですね。初めて取れなかったですね。絶対に取れてたんですよ、今までね。低温で9分やって、最後の1分を強火、これで取れなくなりますね。はい、大成功です。はい、ありがとうございました。